皆さんこんばんは。エンターアートの大阪ゆかりです。私が共同演出そして振り付けをする神戸三宮の駅前サンキタアモーレ広場のオープニングイベントパフォーマンスクラウドファンディングが目標金額を達成いたしました。ありがとうございます。この動画も見てくださっているであろうたくさんの方がご支援、応援、そして情報を拡散してくださったおかげで目標金額を達成することができました。本当にありがとうございます。今回のこのサンキタアモーレ広場オープニングイベントパフォーマンスはこの実行委員会が主体となってしているプロジェクトなんですけれども、私がこのエンターアートで以前にね、エンターアートで一番最初に日本で劇場公演をした時にクラウドファンディングでその時も資金集めをさせていただいたんですよ。で、その時にもたくさんの方がご支援してくださって、舞台公演を成功させることができたんですけれども、その時に皆様が支援してくださる気持ちは本当に本当に嬉しいけれども、そのクラウドファンディングでいつもいつも皆様のご支援に頼ってしまってはいけないなっていうふうにすごく思って、でこの YouTube チャンネルをたくさん動画を上げるようにしたりとかしてきたんですよ、この1年2年ぐらいの間に。だから今回またその別のプロジェクトはではありますけれども、私が関わるプロジェクトでクラウドファンディングで皆さんにご協力ご支援をお願いするっていうことがすごくなんかちょっと心苦しい感じもあったし、そしてもちろんこのコロナ禍でパフォーマンスをすること自体どうなのって思われる方もたくさんいるに違いない中で、こうどれぐらい支持していただけるのかっていう不安もたくさんありましたし、あったんですよ。あったんですけれども、でもそんな中私たちがやろうとしていることを興味を持ってくださって応援してくださる方がたくさんいて、こうして目標金額を達成して無事にと言いますか、無事にパフォーマンスを行うことに進んでいけます。まあ、実際にはリハーサルはもう始まっておりまして、というかもうどんどん進んでおりまして、9月頭の段階で作品はほぼ全てできています。で今からリハーサルを重ねて、練習を重ねてブラッシュアップさせていくっていう段階で、あと広場の実際の場所に行ってみて決まるっていうこともあるよっていう段階です。広場にね実際入るのはまだ建設中なのでまだ入らないんですけれども、そんな感じでリハーサルは順調に進んでおります。このクラウドファンディングをしていた期間にリハーサルもずっと行っておりまして、こう支援したよとか情報拡散したよっていう情報が私に入ってくることがすごくすごく皆様に支えられているなというふうに感じましたし、この制作過程の励みにもなりました。本当にありがとうございます。今回のパフォーマンスは公募で、オーディションをした約80名の中から選ばれた8名が参加しておりまして、さまざまなジャンルのパフォーマーが集まっています。ダンスパフォーマーもいろんなジャンルのダンサーがいますし、あとサーカスの人とかアクロバットの人とか、こう幅広いパフォーマーが揃っておりますので、このパフォーマンスを通してそういったいろんなジャンルのパフォーマンスもお楽しみいただけたらいいなというふうに思っていますし、当初からお伝えしているようにこのパフォーマンスを通してこの新しい広場の使い方の一例を市民の皆様に知っていただきたいなと思っておりますので、このね、もともとパイ山と呼ばれて神戸市民の待ち合わせスポットといえばここっていう場所だったところですから、それがリニューアルオープンするということで、
記念すべき最初のパフォーマンス、記憶に残るパフォーマンスをお届けしようと思っておりますので、今後ともご注目いただけると嬉しいです。このパフォーマンスは配信もされる予定で、どなたでもご覧いただける予定ですので、またね、配信のスケジュールなど決まりましたら、私もこの YouTube チャンネルでお知らせしたいと思います。それでは本当にこの度はご支援いただきありがとうございました。このサンキタアモーレ広場のクラウドファンディングのウェブサイトなんですけれども、8月31日までをこのクラウドファンディングの期間に定めていたんですけれども、いくつかの団体からちょっと今検討しているからもう少し待ってほしいよっていうお声をいただきまして、8月10日頃までクラウドファンディングご支援いただける形で残してあります。もしもね、あのポスター欲しいと思ってたけど忘れてたわっていう方とかがいらっしゃいましたら、あの概要欄のリンクからチェックしていただけると嬉しいです。そして、あの前にもお伝えしましたけれども、私とかこの広場の建築家の津川恵里さん、建築家であり、このパフォーマンスの共同演出者なんですけれども、津川恵里さんのと私のインタビューなどもとってもかっこいい感じで載せていただいているので、この広場のね、情報、現時点での情報は全部載っているよっていう感じのウェブサイトなので、気になる方はウェブサイトもチェックしてみてください。改めまして、今回はありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。エンターアートの大阪ゆかりでした。バイバイ、ありがとうございます。